はいどうも皆さんこんにちは、リュウです。今回も虚栄都市の続きですね、ローディングしていきたいと思います。前回なんですけどもなんだかも主人公前回なんですけども、ヒロインをね最後ね、ヒロインがギャオスにさらわれまして、でそのヒロインを余裕で見捨てるっていうクズ人間っぷりをね、皆さんにご覧いただいて終わったかと思いますが、その続きやっていきましょう。何してんのこいつ、完全にヒロインがギャオスに襲われたんですけど、自分の命が大事すぎて見捨てたんでね。僕はなんてことをしてしまったんだめちゃめちゃユキさんは僕を助けるために突き飛ばしてくれたんだ。それなのに僕を助けようとしてくれたユキさんを見捨ててしまった。めちゃめちゃ罪悪感に苛まれてるけど、罪悪感しかないけど、僕はユキさんを助けに行くべきだった。しかしそれでも僕はあの空を飛ぶ怪物に捕まれなかった。あそこで捕まったらユキさんが助けてくれた甲斐がないじゃないか。僕が怪物の設計に早く気づけばユキさんも助かった。あの状況では仕方がない。誰だって同じ結果だったさ。ユキさんが勝手にやったことは僕に責任はないもちろん俺に責任はねえ。クズすぎる、クズすぎる。こいつユキさんが勝手にやったことだ僕に責任はないクズかよこいつ。でも人間のクズだなこいつ、人間のクズ、クズオブクズじゃないかこれ。ユキさんは僕を助けてくれた。彼女は僕のことをどう思ってくれていたんだろう。多分好きだったと思いますよ、おそらくね、好きだったと思う。多分僕のことを恋人だと思っているここへ来て恋人だと思ってるから自意識過剰すぎだろこいつ。自意識過剰に行こう。多分僕のことを恋人だと思っているよく言えるなその口で、その口でよく言えるなお前。それなのに彼女を見捨てるような真似をしてしまった。どうなるの、長いなこのシーン。僕の気持ちはどうなんだろう。僕にとってユキさんは、僕にとってユキさんは、いやほんと便利な女でしかないけど、微笑ましい気持ちさせて勇気づけられる愛おしい存在、できれば触りたい存在ここへ来てできれば触りたい存在だとか意味が分かんないけどね。とりあえずちょっと体だけを求めていくスタイル。できれば触りたい存在だこいつクズだな、こいつクズじゃねえか。2回としか思ってないな彼女のことを。それなのに僕はもう彼女を触ることができないなんてこいつゴミ人間だな本当に、長えなこのシーン。そしてでもこれからどうしよう、この先僕はどうすればいいんだ。こんな心の中の叫びみたいなこと。やっぱりユキさんと一緒に行きたい。一人だと心細いし、他にも会っていかないとユキさんと一緒に行きたい。ユキさんは信用ならないからもう少し様子を見るために一緒に行きたい信用してなさすぎだろ。どっちでもいいけど、どうしてもというならユキさんと一緒に行きたい。ユキさんに一言謝りたい。そして一緒に行きたい。ちょっとさすがに一回謝る。いやでもそんなことは僕じゃない。そんなことは。ちょっと一応信用ならないんだけど、もう少し様子を見るために一緒に行くことにしよう。ユキさんは信用ならないが、もう少し様子を見るためにも一緒に行くべきだ。こいつどの口が言うんだよ。こいつ本当に。もしも彼女が今目の前に現れてくれたら。これで現れるみたいな展開もしかして。やあといつも通り挨拶してごめんと謝りたい。手を取り合って再会喜びたい。きっと嬉しくて涙が止まらないだろう。思いっきり抱きしめてもう離さないと言うんだ。毒出して見捨てたことを謝罪したい。がむしゃらに抱きしめてひたすらキスをするんだ。もちろんひたすらキスをするぜええー、現れるの嘘だろ。これで待って、ちょっとみんなこれ R18 のあのシーンにこうディープキスが始まる可能性がある。おっと、なんだこのラブロマンス的なシーンは。なんだこの、おっと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 、そういうのを僕の視聴者さんは求めてるわけじゃないと思うのか、思うが。ディープキス始まったよみんな、ディープなキスかちょっとやめて、ちょっとそういう実況動画じゃないから、そういう、これ実況できるほど僕の能力ないから、このシーンを実況できるほど僕は能力がない。ちょっと勘弁してくれ。これなんだこのシーン、長えな。そしていや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 、そんな感じになる。俺見捨てたんだぜお前のこと。
お前のこと完全に見捨てたんだぜ。見捨てすぎてもう光普通ぶっ叩くでしょ。またいい感じの音楽流れるな。ちょっと待って、え、何このシーン。すいませんね皆さん、冒頭から意味がわからないシーンをちょっとご覧いただいております。大変申し訳ございません。嘘だろ、どういう状態これ。そしてさ、長くない、キス長くない、ちょっとちょもうよくない。これを実況してるこっちの身にもなって、一回長えな、おい、なんだよこのいい感じの音楽。もうとそして特にもう喋ることはない。そんなに長いことキスされても特にこっちは喋ることはない。長い、とにかく長い。おっと、あれ、デジャブか。ありがとう。それじゃあ一緒に行こう。え、どういうこと。突然現れたんだこいつ。突然現れて一緒に行くスタイル、これ。もしかしてあのストーリーとか特になしで、いきなりなんか夢の中で会って、え、いきなりなんか現実世界でも隣にいましたみたいな、そういうスタイル。嘘でしょ、なんだよこのステージ。いやもうほんとクソ茶番すぎてさ、序盤何分ぐらいやった、10分ぐらいクソ茶番見せられてさ、あのとりあえずですね、あのこのまんまじゃこの動画終われないんで次のステージに行きましょう。クソ茶番すぎんだよ、なんだよ CPU と CPU のキスシーン5分流す動画って何。いやほんと、あ、大塚がおるやんけ。クソ茶番もいいとこな。やっぱ当然のようにこの女いるわけね。大塚さん、おお、お前さんたちもここに用があるのか。ほう、私たちは届け物に来たんです。大塚さんはどんな用事なんですか。俺はネタになりそうな話をもらえると思って来たんだよ。しかし人の気配がない。いつもは夜中でも研究員たちがいるんだが。宇宙船研究所に来たんですね、僕らね。おー、どうしました、どうした。どうやらいつもと勝手が違うようだな。何かが起きているんだこの研究所の中で。ところで届け物って。届け物ね、そのね、柏木さんっていうインラオーナーに頼まれたんですよね。ここの副所長に渡すように言われたんだ。これが届け物のハードディスクだ。あなたには言わないよ一応言うわ。ここはここの副所長に渡すように言われたんだって。一応ね、ここの副所長に渡すように言われたんだ。副所長か、あの気まじめそうなおっさんじゃなかったかな。どれだよ。さて、物騒なこの研究所の中をどう進んだのか。ここは協力した方がいいと思うかな。いや、お前みたいな。奥で何があるかわからない。3人で行動するのは避けた方がいいだろう。だからまずは誰か一人が様子を見に行って、安全だと分かったら残りの二人も進むんだ。じゃあお前が行ってこいや。どうだ、いい案だろ。お前が行ってこいよ。それで誰が様子を見に行く。お前が行け、もしかユキちゃん。こういう時は3人で一斉に偵察に行くやつを指さして、一番指名が多いやつが行くことに昔から決まってる。いや誰が決めたんだよ。え、誰が決めたんだよそれ。じゃあ、せーの。あ、刺すやつ。え、もちろん大塚指さすでしょ、それは。ゆきちゃん、ゆきちゃんに一回言ってもらおうか。ゆきちゃんにしよう。俺、これ絶対誰指さしても俺になるやつじゃねえか。まあ、そういうことになっちまったから。私が言った方が良かったですか。やべ、怒った。ゆきちゃん怒った、やばい、ゆきちゃん怒った。めんどくさ、クソめんどいんだが。大塚行けや。これ誰を指さしても多分自分が行くとなったんでしょうね。そうですね、ちょっと装備を変えてみました。豚っ腹にですね、豚っ腹にあのスターのサングラスっていう超ふざけたやつに出来上がりましたんで、この超ふざけたやつが今からちょっとあのこの研究所の中のあの偵察していきたいと思います。お、やめろ
やめてくれ。どうした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 、落ち着け落ち着け、せいせい。なんだ、やつらじゃないのか。驚かさないでくれよ。何かがいるみたいですね、この中に、ね、でも君は誰だ。見たところここの研究員でもなさそうだが。まあ確かに見ればわかるよね、こんなサングラスかけてる研究いないでしょ。こんなスターのサングラスかけてる研究いないから。ここの副所長にね、届け物があったんですよ。知り合いに陥れられて、ひたすらに育てられてる。君が聞こえたのは何事かと思ってきたんで、あ、一応ちょっと真面目に答えてみよう。悲鳴が聞こえたので何事かと思ってきたんです。そう、そうなんだ。いきなり妙な奴らが現れて、奇妙な光線銃でみんなを襲い始めたんだ。誰？他の部屋の研究員と連絡を取りたいんだが、この建物内の連絡はネットワーク上のパソコンでしかできないんだ。そんなことある？しかしサーバーがダウンしてしまって連絡をしようにもできないんだよ。サーバー直してきてるよ。サーバーを再起動すれば連絡ができるようになるけど。なるほど。向かいの部屋にあるんだ。でも外はあの妙な奴らがうろついてるし、サーバールームに入るにはこの番号が必要だ。僕は怖くて腰が抜けて動けない。腰抜きは俺が言ってきてやるから、ちょっとその番号渡せや。こいつこいつふざけすぎだろこの状況で。何こいつ、何こいつ、誰、ちょふざけすぎ、こいつふざけすぎだって。ダダじゃん、ダダじゃん、あ、やばいやばいやばい、ダダじゃん、ダダ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 691、間違えた間違えた、なんだこのトリック。6911691691、これで合ってるはず。 OK で、ここです。これをそのなんかサーバーを再起動すればいいわけね。どれ、これ、こちらですか。サーバーだ、起動しますか。え、その起動するしないの選択肢で起動するの、これ。起動したんか、早いな。コンピューターだ。ああ、署員にメールを送り、自分の存在を知らせる。ちょ、一回知らせてみる。はい。お、返信メール取られたぞ。私たちは2階にいると。ドアをノックするときに、次のようにノックしてください。トン、トトトン、いっぱい超えて、トン、トン、トン。んだよ、そのなんか、太鼓の達人みたいなさ。太鼓の達人風の、そのノックやめて。いいぞ、いいぞ、ここか。トン、トトトトン、トン、トン、ドンだよ。貯蔵室のドアだ。中からロックがかかっていて開かない。任せろ、この太鼓の達人任せろ。トン、トトトン、トン、トン、トンとドア叩く。ドン、ドン、ドドドドン、ドドン。一回蹴ろ。うれ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 、何も起こらないんかい。ちゃんとやろう。ちょ、ごめんごめんごめん、間違えた間違えた。太鼓の達人任せて。トントントン、トントントン、よしよしよし、よいいよいいよ、ロックが解除された。よし、え、なんだこのシステム。あれ、あなたここの研究員じゃないの、なんでここにいるの。え、なかなかいいお胸してますね、お姉さん。何がアップですか。ここに来た経緯を話した。副所長に届け物をするために来たこと、誰かの悲鳴を聞いて様子を見に来たこと。この部屋は、こいつふざけすぎなんだよな。ここは貯蔵室だよ。電磁波や宇宙線を遮断する構造になっているんだが、どうも奴らも入ってこれないようだ。お、やるやん。ところで主任、奴ら何者なんでしょう。人間のようには見えないですが。なかなかいいおっぱいしてますね。でも私たちを狙っているのは間違いないわね。副所長はおそらく実験室にいらっしゃると思うんだけど。綺麗だなこの人。さっきから一斉メールを送っても実験室からは返信がないの。無事だといいんだけど。死んでる可能性あるね。とりあえずこの人ユキちゃんとチェンジっていう説ない。
実験室ってどんな部屋か、僕が実験室行ってみます。お前勇敢だな。実験室どこにあるんですか？実験室ってどこにあるんですか？1階です。宇宙船の実験をする部屋です。ってことはあの来た道戻んなきゃいけない？あの部屋はカードキーがないと入れないの。じゃあよこせや。貸してあげたいのは山々なんだけど、ロッカーの中に置いてきてしまったのよ。出来損ないばっかじゃねえかこの研究所。ここに隠れてた方がいいと思うけど、あなたがどうしても行くって言うなら鍵を渡しておくわ。出来損ないしかいねえじゃんこの研究所。そしてこいつふざけすぎなんだよな。1階の受付から入った奥の部屋にあるわ。沢田っていう名前が書いてあるのが私のロッカーよ。沢田さん。でもカードキー以外のものはあまり見ないでくださいね。いやまあ全部見るんですよね。もうなんなら制服とかすごい匂いかけますけど。よしロッカーに来たぞ。どれだ沢田、沢田の野郎のかどうだ。これかこれかこれだ。サードロッカー、はい開ける。実験室のカードキーゲット。カードキー手に入れまして、そういえば沢田さんはカードキー以外のものはあまり見ないでくださいので言っていたな。他のものももちろん見ますよ。サイドロッカー開ける。沢田相手のコミックが入ってる。何読んでんだろうな。ハードボーイズ Z ボーイズライブってことね。ボーイズライブ、あいつそういう気あったのか。気持ち悪い。ここだな。実験室の扉、カードキーを使ってドアを開けた。よーしバイカーメダダが。ダダ懐かしいな。あ、柏木さん。ちゃんと届けてくれたのね。ありがとう。彼がプログラムを持っています。柏木さんありがとう。こんな大変な時なのに届けてもらって助かります。相変わらずエロい格好してんな。はい、確かに納品していただきました。これから研修をしましょう。いやまず逃げろよお前。よろしくお願いします。副所長、そのプログラムは何に使うんですか？数日前から空に紫色の閃光が再三発生しているのは知っていますよね？ええ、ニュースや新聞でも取り上げられてましたから。このプログラムはその閃光の分析に使うものです。急な話で署内の人手が足りず外部に委託して作ってもらったんです。ああ、ここにいたのか。すごいことになってるな。なんで柏木がここにいるんだ。それはこっちのセリフよ。あなたこそ。副所長、不審な人影は見当たりませんでした。脱出するなら今のうちです。ああ、ご苦労様。では。うっそー。ダダ顔でかっ。四等身くらいしかないじゃん。怖い怖い怖い。ちょっと待って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 。やばい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 。よし、ユキちゃんを盾にするんだ。ああ、副所長が。うーわ、嘘でしょ。まずいぞ、逃げろ。大丈夫主人公。逃げよう。とにかく逃げろ。エントランスへ向かい。やばいやばいやばい。いる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 。よいしょ。よー、早いなあいつら。あいつらクソ早いんだが、逃げ足だけは早いんだよな、ユキちゃん。こっちよ。いや、本当にさ、とりあえずさ、柏木さんのさ、衣装とさ、ユキちゃんの衣装チェンジしない？